Frankly speaking, meeting Jimmy Mangayari, my teacher at the Gurindji country, basically he said, country brought you here. And I said, but I didn't hear, I don't remember, I don't, they didn't hear anything country called me. And he said, oh, that's because your memory, he pointed like your head and said, your memory is dead, or your brain is dead. So you have to make, you're gonna wake it up. That's why you are here. And that very strong moment that, you know, I have to face it. It's not something you just do research for PhD. It's about transforming your worldview. これはもう少し多分滞在時間がここで長くなってからの手紙なんですけど、今年は6月から6ヶ月間アボリジナルの村で暮らします。楽しみだよ。全く自分の研究のためというよりも自分の人生にとっていい経験ができればいいなと思っています。12月2月に3ヶ月間オーストラリアの中央砂漠をバイクで旅しました。40度から45度の中を3ヶ月間1万キロメートル走った。疲れました。2度ほど死にかけましたが、今となっては良い思い出です。僕が聞いた話っていうのは、その大体こうかなりの水とガソリンをトラックに積んで、で行くんだけれども、1回そのラジエーターが壊れてしまって、うんうんうん、でその飲み水用の水をラジエーターに入れるか、それを飲みながら助けを待つかっていう究極の選択で、結局そのままそこでちびちび水を飲みながら待ったら車が通ったでラッキーだったっていう、そういう感じで行ってましたけどもね。絶対的に信じられる人として、彼にとってその絶対的な人っていうのがジミーさんでしたね。それでジミーさんほど尊敬できる人は彼にはいなかったんじゃないかと思うくらいジミーさんを尊敬してました。そしてジミーさんを信じて本当に彼を愛してましたね。自分がやっている特にグリーンジピープルに関しての、自分の発表や自分の仕事というのはそのジミーさんとの結びつきの中にあるんだと、でいつも感じているし、その責任もあるというようなことを初めて会った時に聞きました。だから私もそのことを感じながら本作りをしていました。理由は彼の仕事は全て、グリーンジピープルのところに返さなければいけない、ないし報告に行かなければいけないと彼は私に教えてくれましたから。そして彼の病気になってあと少しの命って言われた時にジミーの写真を持ってきてほしいと言って、目の前にあの写真です、あのジミーさんの写真を病室に置いていつも彼と対話してました。彼は最初からこの日本の豊かな生活というものの対極に、アボリジニーの人たちのような生活があると、でそれは遅れているとか貧しいということではなくて、全く別の次元の豊かさを持った社会なんだというふうなことを最初から言ってました。それまでは日本にいるときは知識というのはやっぱり本でしか彼は学べなかったことだし、本で学んだ知識というのは結局は自分のものになってなくって、それを人が言ってることのその言葉を使ってたんだけども、やっぱりオーストラリアでそのグリーンジの人たちから直接彼が学んだことっていうのは彼のオリジナルな知識だと思うんです。じゃあ273ページで歴史は正しくなくちゃいけない、そんな思いも本書を書き進めながら僕の体を駆け巡っていた。ジミー爺さんをはじめグリーンジの人々は
よく笑っていた。苦しかった植民地経験を語りながら、カリアの不正義に怒りをあらわにしながら、それでも歴史も語りはどことなくユーモラスに笑いを伴ってなされることが多かった。長老のジミーじいさんとの話の中で、自分が内面に向かうことで世界が見えてくるというようなことを言ってました。したがって彼はオーストラリアで内省ということを知ったと思うんです。自分の中に入って自分の考えを探っていく、それが逆に世界を知ること、歴史を知ること。オーストラリアは日本では学問的なテーマとしてはそれほどポピュラーではない。でアボリジニーもそれほどポピュラーではない。でしたがって、彼の最初の方の初期の研究はそれほど日本で、評価されているようにも思えませんが、むしろ私が見るところでは彼の、最後の著作ラディカルヒストリー、あれでバッと非常に大きな影響力を持ったと思いますね。あれはもう本当驚くべき影響力で、僕は一つ彼のすごい重要な特徴をですね、人類学じゃなくて歴史学をやったことだと思うんですね。なんで人類学、アボリジニーだったら、アンソロポロジーに行くのが普通なんですけれども、そうじゃなくて彼はヒストリーとしてそれをやろうと思ったっていう話ですね。実は一番最初の行なんですけれども、すごくカジュアルに彼が書いているし、これは口語体の文章ですから、どうも初めまして、ホカルミノリと申します。この本を手に取ってくださってありがとうございます。買ってくれた人にはさらにありがとうです。本書は僕が執筆する初めての本です。というわけで結構緊張もしているわけですが、ともかく本書が皆さんの手に目に留まったこと、まずはとても嬉しく感じています。どうぞよろしくお付き合いください。この一番最初の挨拶の言葉、もう挨拶の文章というより挨拶の言葉ですね、すごく面白いと思って、ここから少し笑う人がいるんですけど、はい、つまり彼は一方でオーラルヒストリーをアボリジニーの人たちに対してしたけれども、一方で彼の言葉、声をこの本の中に残そうとした。彼が原稿を終えました、これでもう全部終わりですと、どうぞ本作りに入ってくれていいですよというふうに言って、それから3日後に彼は亡くなってしまったので、すごく残念でしたね。見せることができなかったのはとても残念でした。そこが僕には全くその彼のがなぜ そこまでアボリジニーに取り憑かれたのかってのは全くわからない。で本人もうまく説明できてないんだけど、それが彼の多分人生、だったんだなというふうに思います。単に軽い気持ちでオーストラリアへ来て、で先生方の言いなりになってただただ指導されるがままに論文を書いていくっていう、そういうタイプだとおそらく先生方の記憶にはあんまり残らないだろう。でも彼は彼の頑固な部分もあってガンガン押しまくっていくっていうアクティブな、私は自分のゼミナールで教えた学生は一橋大学で120人ぐらいになりますけども、最もベストの学生で、なかなかオーソドックスな学問やってる人はもう学問やってるだけで、職業としての学問としてやってるだけで、社会的批判だとかそういうのはあまりそのやらないんですけど、彼は批判的精神非常に旺盛でですね、かつ現代的な関心が強くて、彼はキャリアから言ったらば本当に日本の中でエリートコースを、いい学校出ていい大学へ入って、で留学ができてドクターを取ってっていうことですから、で彼はエリートであるにもかかわらずやっぱり
人を悲しく思うっていうその心がもともとあるっていうそんな感じします。このホカリさんの本は今でも歴史学、社会学、人類学の人たちにとても多く読まれていて、で今では批判も多く出ています。それもとてもいいことだと思っています。もし彼が病気になっていなくてもとっても重要だったに違いないんですが、あ見てグリーンアントがいっぱいいる。知ってるこれ、グリーンアント、お尻がグリーン。あの食べると酸っぱいよ。本当？うん、食ってごらん。このまま食べんの？うん、尻尾のとこで食って。食べてみて。信じてないでしょ俺のこと。よいしょ。あこの部分をこうやって酸っぱい。本当？うん、おいし、何ビタミンとか入ってる？すごい酸っぱい。栄養ある？何なんだろうねこれね。でもレモンの味そっくり。本当？